秋山 3.5 ひなほの神散歩、愛媛のあちこちを神の上で一緒に散歩しよう。それでは今日の小町さん、よろしくお願いします。はい、小町です。よろしくお願いします。それではまずこちらから。はい、まずお花見だ。はい、お花見特集です。イベントもどんどん今年は開催予定で、4月の1日土曜日から開催される松山春祭り、おー来た、はい、も開催予定です。わー、今年はやるんだ。今年は絶対に私は行こうかなと思ってます。私も行きたいです。続いて道後公園のお花見も、売店が今年はあるのか、ありますか。あ、今年はですね、屋台の出店なども今のところ予定をしております。おー楽しみです。お花見と一緒にこう近くの道後温泉駅前とか、うん、こうホテルの前にある足湯を楽しむのもいいのかなと思います。そうですね、いっぱいありますよね、道後は足湯が いっぱいあります。ぜひぜひ、まだ夜とか肌寒いので。はい、そう、夜もやってますので、ね、足湯、あ、やってます。そうですよね。はい、夜桜も結構この松山城と道後公園の桜はやってるので、はい、はい、そうですよね。道後公園特に夜桜めちゃくちゃ綺麗。綺麗ですよね。綺麗ですよね。続きましてこちらも春行きたくなる、あ、いちご狩りだ。私すごい種類あるんですね、いちごって。あ、そう、いろいろあって、この西条市の雪本農園さんは、はい、全部で6種類いちごが食べれて、わ、はい、でですね、もちろん自分でこう詰めるんですけど、はい、カフェでは特製のこうパフェとか。やば、このパフェやばいですね。そうなんです、すごい。三色いちごの贅沢パフェなんですけど、はい、明るいいちごと暗いいちごがあるんですねそうなんです。普通の赤のいちごと白いちご、はい、あ、本当だ、白い、はい、と黒いちごの3色が楽しめるパフェになってます。めちゃくちゃ気になります、味、で、もう一つ紹介しているのが松山市にあるいちごファーム北条八端寺園さんです。八端寺園さん、こちらはですね、なんと10種類もいちごの種類がありまして、たくさんですね。はい、で、ここから車で5分のところにあるいちご庵では、こういうあのいちご大福とかソフトクリームとかカフェメニューも楽しめます。じゃあこのいちごさんがこっちに行ってるってことですね、このいちごは。そうですね、はい、すごい。普通に食べても美味しいし、こういう料理になってるやつを食べても幸せだしですね。はい、というわけで今回も気になるスポットがいろいろありました。今日の小町さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ひなほの神散歩でした。また来週。